ピカソ美術館は、フランス南部の地中海に近い都市バロリスにある美術館。戦争と平和国立、ピカソ美術館とも言う。ピカソ美術館は、フランス南部プロヴァンスアルプコートダジュール地域圏のアルプマディティーム圏にある都市バロリスにある国立美術館。画家パブロピカソの代表作、戦争と平和を所蔵することから、戦争と平和国立、ピカソ美術館とも言う。 美術館の建物はバロリス城と呼ばれ12世紀に建造された女子修道院を16世紀にルネサンス様式の城館に改築したものである。建物内にはピカソ美術館のほか、陶芸美術館、マニエリ美術館が入っている。バロリスは地中海に近い山合いにある陶芸の町で、ピカソは1948年から1955年までこの地に滞在し、 絵画、彫刻、陶器などの制作に励んだ。ピカソの70歳の誕生日を祝福した街の人々に応えて、1952年、彼が制作した巨大な壁画が戦争と平和である。戦争と平和は美術館内にある礼拝堂のアーチ状の壁面に配置されている。ありがとうございます。